こんにちは。こんにちは。はい、私たち愛知県豊田市のご当地アイドル、豊田の星スタートです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでスタートを初めて見るよっていう方いますか？はい、女の子たちが手を挙げてくれた。嬉しい。知ってると思いますが、最初紹介させてください。私たちスタートは愛知県豊田市の元気と魅力を全国に発信しようキャッチフレーズに、豊田市内を中心に東海地区全国でイベントやライブ、ラジオやテレビに出演しています。現在は13歳から27歳まで13名で全員豊田市在住の13名で活動しています。ということで、先週のね日曜日にスタート定期ライブ27が名古屋リニューリミテッドで行われたんですけれども、その時に新しいグッズが発売されました。皆さん持ってますか？持ってる。あ、持ってるね。あ、すごい。はい、ですね、メガホンとペンライトのセットが3000円です。2個合わせて3000円で発売されました。ペンライトはライブハウス用ですね。光るので、今ちょっと光らせてもね、周りが明るいので見えないと思うんですけど、こうやって野外のライブの時はメガホン叩いていただければ。ペンライトも意外と分かるよ、色。意外と分かる。ただ本当だ、結構分かるかも。すごい、発色いい。はい、特典券6枚ついてきますので、よかったらまだ買ってないよという方買っていただければと思います。残り30セットぐらいらしいです。うわー、ちょっとだ。なのでまだ買ってない人を迷う前に買ってください。よろしくお願いします。お願いします。それではまずはじめはチームソルのステージです。どうぞ。はい、大丈夫ですか？大丈夫ですよ。私たちチームソルです。それでは自己紹介お願いします。はい、高校2年生16歳のカズキです。カズキ。はい、高校1年生14歳ミッキーこと近藤美希です。ミッキー。はい、高校2年生16歳ルーちゃんことサトルナです。ルーちゃん。はい、カコと斉藤ひかるです。ひかー。派遣のルカです。ルカ。はい、ミソラです。ミソラ。はい、18歳アユピーこと岡田由香です。アユピー。じゃあそれではね、はい、ライブに行きますか。行っちゃいます。行っちゃいますよ。行っちゃっていいですか？行っちゃいますよ。聞いてください、ビバラビーチ。I'm not afraid of the dark.
モノクロームデイズ。
あなたたちだってさあ強く顔をやかに軽くしなやかに全てのもの包み込むように自分らしく歩いてくただまっすぐに I'm a woman ララ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 ラ
ございます。ありがとうございます。次はチームルアです。イエーイ。それでは続いてはチームルアの自己紹介からでしたね。そうですね、私たちチームルアです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速、はい、いました。今日の1曲はミスラとヒカルが入ってくれるっていう感じで、はい、コロコロメンバーも変わっていくので、そこも楽しみに見ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。
ソルルは、別れでのパフォーマンスだったんですけれども、あ、もう早速ソルのね、はい、進めるところで告知がたくさんあるので一つずつさせていただきたいと思います。まず、今日のスタートライブインテッドスタジアムご来場いただきありがとうございます。今回から、コロナウイルス感染症対策ということで、いつもはねそのまま見に来れてたんですけれども、今日からねちょっと事前申し込みがあったり入り口で体温測ったりちょっと皆さんにお手数したんですけれども、こんなにねたくさんの方が来ていただいて本当に嬉しいです。これからもね対策万全で、まだまだ声を出すのは難しいんですけれども、こういう対策をしながら徐々に今でも十分楽しいもんね、はい、楽しんでいけたらなと思ってますので、ありがとうございます今日は。ということで告知がめちゃくちゃあるんですけど、ね、あるんですよ、はい、まず、今日から始まりました。はい、今日の12時から始、はい、ごめんなさい、愛の手です。愛の手ありました。今日の12時から始まりました。スタート9時が始まりました。ラッフルっていうですね、そう、チアくじなんですけど、ラッフルっていうページにあります、はい、チアーズのね、さんのね、ちょっとログインを持っていれば引けるスタートのグッオリジナルグッズが出るくじが今日の12時から始まりました。1回引くのに500円ちょっとかかってしまうんですけど、10回引くと、絶対にみんなのチームソルなんです、あ、ルアなんだけど、ルアだよね、ルアのチームのコースターが1枚手に入ります。何が出るかはちょっと引いてのお楽しみなので、皆さん引いてみてください。今日の物販とかにメンバーに引かせるのもありかもしれないので一等とかすごいよね。もちろん、ね、一等はですね、なんとモバイルバッテリーがつきまして、サインもついてるし、はい、メンバーの写真が載っています。もうここでしかゲットできないグッズなので、皆さん、くじを引いてください。欲しい、欲しい、よろしくお願いします。お願いします。そして今日この後、夜です、23時からスタートの位置について用意スタート FM トヨタラジオラビーズFM トヨタラジオラビート 76.8MHz で、毎週土曜日ラジオレギュラー担当させていただいてるんですけれども、はい、なんと初の生放送でーす。イエーイ。先週のね、土曜日、日曜日に対談した牧野渚さんの最後の出演ということで、多分これ見てないよね。まあでもなんか30分多分あっという間だと思うので、プラプラ、あープラプラ、忘れちゃった。アプリ、新しくなったんだよね、アプリが。そうなの、新しくなったの、プラプラ FM みたいなやつ。嬉しい。 FM プラプラ、ありがとう。FM プラプラというアプリで全国で聞けます。そして今回は生放送ということで、YouTube の方でも生配信されますので、ぜひ皆さんリアルタイムで見ていただければと思います。ラジオは30分なんですけど、 YouTube の方はちょっと延長すると思いますので、ぜひよかったら寝ずにちゃんとアラームかけて11時にはもう一回起きてください。よろしくお願いします。お願いします。そしてラジオ関連でもう一つ、はい、6月16日に名古屋リニーリミテッドにて開催されたふるさとアイドルフェスティバル、はい、スタートを出演させていただいたんですけど、それのラジオ特番放送が、はい、リスラジアプリの無料のアプリのリスラジにて、放送されます。そちらは、詳しくはミッド FM の公式サイトをご覧ください。時間は、今日の、日付を変わって25時から放送されます、はい、ぜひFM トヨタの放送聞いた後そうだね、で今日寝れないね、寝れないよ、寝かせない、寝かせません今日は。ぜひ聞いてください、よろしくお願いします。お願いします。そしてそしてヒカルン、はい、今日の中日新聞朝刊のトヨタ版西三河版のアップルワールドさんの広告が掲載されてまして、はい、そこに私ヒカルとカズキが初登場させていただきました。皆さんゲットしましたか。あ、持ってる持ってる、すごい。このトヨタ市内のコンビニから中日新聞なくしてください。なくしましょう。全部ね、買い占めてみましょう。買い占めていただいて、見つけ次第、はい、もう今日しか乗らないからね。うわ、もうこれはゲットしなきゃ。まだゲットしてない人はラジオまで時間めちゃくちゃあるから、ね、帰りとかにコンビニ回っていただいてゲットしてください。よろしくお願いします。お願いします。それぐらいですかね、はい、じゃあ最後は全員で盛り上がっていきましょう。イエーイ。
ては聞いてください。コングラチュレーション希望の鐘の音。タラリラタタタリラリラタラリラタタタイエイエイ。
以上、私たち愛知県豊田市のご当地アイドル豊田の星スタートでした。ありがとうございま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 した。この後物販特典会とさせていただきます。整理券を配布しますので、この後物販特典会参加したいよという方はその場でお待ちください。その